こんにちは、吉田さん。まあ、交渉ね、すごく大切なことだと思います。人はやっぱりコミュニケーションができますんで、まあね、好きな子を口説くのにも交渉術っていうこともありますしね。とかく人は伝え方が上手な人、表現が上手な人が有利になるようにできてると思います。やっぱね、大切な気持ちを持っていても、その気持ちを伝える方法が間違っていれば濁って受け止められちゃうんですよね。だから私はね、言葉とかね、コミュニケーションの使い方すごく大事だと思いますよ。で、一つの端的な例がございます。それは広島参院選補選です。前回ね、広島県では自民党 の河井案里という方がですね、買収事件を起こして100名ぐらいの広島県の政治家を、ね、買収してですね、当選したんですよ、参議院議員に。でそれがバレて失職して、まあ、有罪になったわけですけども、じゃあ参議院議員が1人抜けちゃったんで、それの補欠選挙をしようというかね、やり直し選挙ですよね。もともと当選が無効になってるわけですから。でそれで今回、まあ、自民党の西田さんという方とね、それから結集広島という、野党連合のですね、宮口さんという方がですね、春子さんという方が出ていらっしゃいました。でここでね、やっぱり選挙活動も交渉だなと思ったんですよ。あの選挙カーの上で喋るわけですよね。それまで全く知らなかった方が候補に立ってるわけですよ。自民党の応援とは言っても、公認とは言ってもね、西田秀則さん、誰やその人みたいな感じですよ。でこっちにはやっぱりね、よくわかんない人、宮口春子さんっていう女性の方、どっちも無名です。ただ支持政党というかね、あの公認しているところが自民党ですよっていうのと、公認しているところが野党連合ですよっていう、ただそれだけなんですよ。でここでですね、やっぱり自分がどんなことをしたいのかってことを訴えなければならないですよね。その時に関連している経歴が応援してくれるのか、傷をつけるのかっていうふうに大きく分かりました。ご存知のように、自民党から出た西田さんは、この人自身はね、何の黒いところもないんですけども、前回自民党が買収事件を起こしているってことでね、それは出馬したら自分には関係ないけど怒られますよね。この買収事件をそのままほっといてね、でよくそんな顔で出れたなみたいな感じで、言われのないお叱りを受けて、まあ選挙活動しにくかったと思うんですよ。圧倒的不利ね、前任者のおかげで。でこちらの宮口さんは同じように無名なんですけども、やっぱりね、不正を許さないようにやりたいと、弱者に寄り添ったなんとかかんとかっていうわけですよね。すごくね、無名な人が無名な人を救うみたいなことを言うと、なんかすごくしみるものがあるわけですよ。で、宮口春子さんが最初からずっと優勢でですね、そのままゴールインしたわけなんですよね。で自民党は今回敗れたということでございます。ということでね、その交渉する時にも、まあ今回は選挙ですけども、自分がどう見られているのかってこと、これがすごく大事になってくるんですよね。まあ、ですんで、やっぱり人によっては身なりを整えたりとか、人によっては会場とかをこだわったりとかね、リモートでやるのもいいでしょう。でトークが苦手だったら、対談形式でもしかしたらセールスをするのかもしれませんし、交渉を一人じゃなくって代理人を交えてやるのかもしれません。だから自分のスタイルに合わせたね、交渉術ってのが必要になってくるんじゃないかなと、今回もね、選挙見て感じましたね。でビジネスってのも結局は、人を紹介するのか、商品を紹介するのか、会社を紹介するのか、結局自分が何を紹介するのかっていうこと、まさに買ってくださいという交渉をするんですよね。だからこの交渉っていうのはビジネスの一丁目一番地、避けられないと思うんですよ。その中でトークスキルね、喋る能力っていうのはすごく大事だと思うんですよね。というかそれしか大事じゃないと言ってもいいです、トークスキルだけ。だから喋るのが苦手な人は得意にならないと基本的にセールスはうまくいかないのかなと思いますよね。まあ、ですんでね、結局は、やっぱこう喋り続けて自分のトークスキルを磨いてきた人だけに、いろんな物事は有利に働くと思うんですよ。これからますますそうですよ。例えばね、こうスマホとかメールで文章を打ちますよね。コピーライティングと言ってもいいと思いますけども、はっきり言ってこれは早めにね、崩落していきますね。高いスキルで文字のやり取りできる人はほとんどいないんですよ。あと文字がちゃんと読める人もいないんですよね。全ては、人間ってのは文字が読みたいなっていう欲求よりも、実はね、話したいとか流し聞きしたいっていう欲求の方が強いわけですよ。
ですので勉強熱心な人はブログを読むんですよね。でも簡単に物事をながらで覚えたい人は音声聞くんですよね。まあ吉田さんは朝音声をしっかり心込めて聞いてると思いますけど、大抵の方は音声で学習してるという気になって音声を流してるだけで何にも頭に入ってないんですよ。でもこういうこと言うと多分、ね、怒る人もいると思うんですよ。そんなわけないぞみたいなね、うん、でもねこれはね聞きながらで本当に頭に入ってないっていうふうに自己否定しないと何にも始まらないんですよ。一語一句漏らさないようにすることと、どうしてそういう言葉が出たのかっていうその前提条件ですよね。一つのキーワードを受け止めるための前提条件の自分の知識がないと何を言ってるのか分かんなくなっちゃうんですよ。だから前回ね、なんかの動画でお話したんですけども、あの心理カウンセラーの方のところに相談に行った方がですね、心理カウンセラーの方が言うことに対してものすごく怒ってたんですよ。通り一遍のことしか言わないみたいな。それでそれを私に言ったところ、私にも怒られたんですよ。なぜ怒られたかっていうと、そのカウンセラーさんの言ってることが通り一遍のことしか言えない、言ってないっていうふうにしか捉えられない、あなたの頭脳はあんまりにも退化しすぎてると。そうじゃないと、あなたが前提条件を受け止められるぐらいにまずね、学習のレベルを高めていかないと、受信力つけていかないと、その人がどんな大切なこと言っても受け止められないですよって話をしたんですよね。で、あとそのカウンセラーの先生にも私ちょっとね、別からちょっと連絡を取りまして、ちょっと提案をしました。どうしてもカウンセリングの30分、60分、90分という限られた時間では結論しか言えないところが多いと思う。だからどうしてそういうアドバイス、考え方に至ったのか、その先生の背景をね、2時間でも3時間でも5時間でも10時間でも YouTube でその人に届けたらいいじゃないかっていうふうにお話したんですよ。で、これからそういうふうに足らずをネットメディアに残せる人がやっぱり選ばれるんじゃないかなと思うんですよね。そうすると通り一遍のことをなぜ言ったのかっていうことが分解して伝わっていくんで分かりやすいかなと思いますね。ただやっぱりね、これはどっちの問題があるかってことなんですけども、通り一遍のことを言ったところからその話とか言葉を展開させる能力を私たち受けては身につけていかないと、本当にね、何も受け取れない人生が始まっちゃいますよね。それこそね、そんなこと言われないと分かんないのみたいなことって世の中溢れてるんですよ。だから一言言ったらあまちゃんなんですよね、うん、まあでもそういう方に寄り添うと言いますかね、手の届くようなサービスを私たちはね、吉田さん提供していきたいですね。私たちは売り上げが立たないと思った人にでも徹底的にやるというね、そこにおいては他の追随を許さないね、まあマネジメント交渉力を持ってると思いますんで、まさに絶対金払わないだろこの人、もう入塾しないって言ってるやんとかね、例えば明日懲役に行きますみたいな人に対しても疑問質問が来たら、まあ1時間2時間ぐらいの動画届けてね、目いっぱいやると思うんですよね、うん、結局そのなおざりにして進化することはないんで、どこまで自分にこだわれるかってところですよね。損得じゃないですね、そこはね。っていうかやったら全部得ですからね、うん、その目の前の人から何かをもらうっていう発想じゃないですよ。やったことによって必ず自分はわずかに進化するっていう、この積み重ねですからね。いってらっしゃい。